新近喫先は台南市出身の元プロ野球選手。感化された先住民族、白ア族出身。台湾人初のメジャーリーガーである。実刑は元統一ライオンズのチンレムヒロシ。1999年、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約 1A でトリプルスリーを記録するなど活躍する。2001年には台湾で行われたアイブフワールドカップで、 日本代表の中村隼人から本塁打を放つなど台湾の3位入賞に貢献した2002年9月14日メジャーデビューを果たし台湾人初のメジャーリーガーとなる2003年のアテネオリンピック予選も兼ねたアジア野球選手権大会では松坂大輔からに安打するなど活躍した2004年アテネオリンピックに出場台湾代表の4番打者を務め 一次リーグでは、上原浩二から三ランホームランを放つなど活躍する。2006年、台湾、中華職業棒玉大連盟のラニューベアーズに入団。CPBL 史上初の複数年契約となる3年契約で、推定年俸は、台湾プロスポーツ史上最高額の1000万台湾元。同年は、打点王のタイトルも獲得し、チームの優勝に貢献した。 同年11月に行われたコナミカップアジアシリーズにも出場。チームの準優勝に貢献した。11月から12月に開催された同ハアジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では優勝を果たした。2007年9月7日2007年リーグ戦では首位打者のタイトルを獲得。また、 同年の北京オリンピックアジア予選で台湾代表の4番打者として出場し12月3日の日本戦ではダルビッシュ有から逆転にランホームランを放つなど活躍したがチームは直後に再逆転されてしまい敗北して北京オリンピックへの切符を逃してしまったチームは翌年3月に行われた世界最終予選を3位で通過し 本戦でも腰の痛みを押して4番を務めたが予選敗退に終わった。2011年4月5日の大兄弟エレファンツの試合で通算100本塁打を達成した。2016年開幕前の1月29日にサムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北イイのチャイニーズ台北イイ代表27名に選出された。同年限りで現役引退。 抜群の長打力や瞬速で活躍する外野手。肩は平均以下。プロ入り後、中堅手から左翼手へコンバートされる。ありがとうございます。